米国で最初のコミュニティカレッジである公立ジョレージュニアカレッジ。米国で最古のコミュニティカレッジであるフラートンカレッジ。アメリカ合衆国におけるコミュニティカレッジは第二次世界大戦後に普及した公立の2年生カレッジを指す。大部分が地方自治体によって設立された公立あるいは州立の教育施設である。修行年限は最長で2年で学位。 または、資格が授与される。様々なカレッジがある中でその特徴や、教育環境及び教育プログラム、学位や資格もすべて異なる。他にコミュニティカレッジと関連した制度として、ユニバーシティカレッジという4年生大学とコミュニティカレッジの中間に位置づけられた制度もある。進学準備のためのプログラムに加えて、コミュニティカレッジは、職業教育と、 技術訓練も提供している。コミュニティカレッジは通常、地元の州立大学やビジネス界と強い結びつきがあるため、地域社会のための大学と呼ばれることもある。こうした関係から、コミュニティカレッジのカリキュラムは、将来の学業での成功、内しは卒業直後の就職に向けて学生に準備させるよう作られている。米国教育省配下の教育科学研究所によれば、 2011から2012年の間では、米国全土では1050万人が、公立コミュニティカレッジにて教育を受けていた。オバマ大統領は2015年の一般教書演説にて、コミュニティカレッジの学費を無料とすると演説し、この計画は、アメリカエスカレッジプロミスと呼ばれている。東海岸13州が独立を果たす前は、その地域のリーダーを養成することを目的とする。 リベラルアーツカレッジが創設され、一部の高所得者層の指定が進学した。その後、アメリカ合衆国として独立し、農業などの実業を目的とした庶民向けの州立大学が生まれた。その後、ベトナム戦争などに従事した元軍人に対する教育、英語を母語としない移民や低所得層に対する高等教育の提供という目的で生まれた。 コミュニティカレッジという名前の起源については、デンマークからの移民たちが母国の成人のための社会教育の機関、市民大学をもとに始めたものと言われている。ただし、グルンドビという作家で政治家だった人が始めたものとも言われ、これは北欧からドイツ、イギリスなどのそれぞれ形態を若干変えて広まっている。デンマークは学歴、資格は一切授与しないもので、 教育制度の中の初大学とは競合しないとてもユニークなものである。コミュニティカレッジの起源についてはその他の説もある。コースは在学中に変更は可能である。ただし、共通科目以外の専門科目の単位は改めて取得する必要があるため卒業までにその単位取りまでの時間がかかる場合がある。どちらに進学するにしても、 要求されるトーフル PBT の点数は500位が目安になるだろうが学校によって異なる。最初は ESL にトーフル免除で入学して規定のクラス履修後はトーフルなしで大学課程に進学できる学校もある。しかしすべての学校に ESL があるわけではないし ESL があっても大学進学にはトーフルを要求する学校もある。AA リグリー課程とは アソシエート・オブ・アーツ学位を取得するためのコース。4年生大学の最初の2年間に履修する一般教養科目を履修し、4年生大学の3年次へ編入することができる学位。終了までにかかる主な時間の目安は18から24ヶ月間。このコースは大学編入、アカデミックコースともいい4年生大学専門課程へ編入するため、 一から二年次に相当する教養科目を履修する。また、中等教育を十二年生まで受けなかったために、大学進学資格がない、カナダ人や留学生のための進学準備プログラムであるカレッジ、プレバレーションプログラムも開講されている。また、修立大学の二年生大学の中には、一定の成績の上で、同大学の四年生大学に編入できる制度がある。 なお、ハワイのように州内のコミュニティカレッジを卒業して、ハワイ州立大学に進学する場合、専攻は BA に限られるというケースもある。また、2年生大学で取得した GPA を4年生大学に移行できるかは、提携内容次第である。このように大学間の提携によって、進度や成績は大きく左右される上、提携の大学以外への編入は、 単位の移行が一部認められないなど不利になることが多いので、編入コースを希望する生徒は、事前の調査が望ましい。さらに、一部私立トップ校のように2年生大学からの、編入を全く認めていない大学もあるので、すべての4年生大学に編入可能なわけではない。卒業時に授与される学位は、アソシエイト・オブ・アーツ・ディグリー、AA。 リベラルアーツ系短期大学士とアソシエイト・オブ・サイエンス・ディグリー、AS、理系短期大学士の2系統がある。アメリカでは、高校卒業後、多くの人が4年生大学へ進学するための下準備として AA ディグリーコースを取る。このコースを修了すると、一般教養科目の単位が取得でき、4年生大学に編入する際に単位の移行ができる。高校卒業後、 4年生大学に直接入学するのは難関だし授業料も高いので同じ一般教養なら安く住むコミュニティカレッジでという人が多くいる。普通は2年くらいでこのコースを得る。4年生大学はコミュニティカレッジから受け入れる編入生の枠が決まっているので高校卒業後すぐに4年生大学に合格できなくてもこのルートで入学することができる。 職業アソシエイト課程は、職業教育を目的とした4年生大学編入を目的としない高等教育課程。終了までにかかる主な時間の目安は、アソシエイトインアプライドサイエンスで18から24ヶ月間で、卒業時にアソシエイトインアプライドサイエンス称号が授与される。職業サーティフィケート課程とは、サーティフィケート取得を目指す6から12ヶ月間の 職業教育コース。専門分野だけを徹底的、集中的に短期間で学習する。将来のために手に職をつける。自分のスキルをアップする。いくつかの専門分野を同時に学習するなど、単位取得やコースの終了を目的とするのではなく、手っ取り早く手に職をつけたいというためのプログラム。欧州における全国職業資格、職業的成長に禁じする。 プログラムの終了には必修、選択必修科目があるが、このコースでは8週間から3ヶ月の期間で、いろいろな授業を気軽に受講できまる。継続教育プログラムは、学位や資格取得を目指して、単位を取るための勉強というよりは、専門的、または個人的な技能を伸ばしたい学生のためのもの。その分野の学生のための数限りなく多様な科目が用意されている。 コミュニティカレッジが認定校かどうかは2年生大学から4年生大学への編入を希望する場合は特に重要であり最初の2年間の勉強を確実に認めてもらうためにある。米国のほとんどすべてのコミュニティカレッジと私立の2年生大学は同じ地域にある4年生のカレッジと総合大学を認定しているのと同じ団体から認定を受けている。しかし、 留学を検討中の学生は、興味のある2年生大学の認定の有無を常に確認する必要がある。認証の有無に加えて、コミュニティカレッジから4年生大学へ円滑に編入できるかどうかは、2つの学校の間の提携協定の強さにかかっている。こうした契約は、一方の学校から他方の学校にどの科目が自動的に移行できるか、 したがって4年生の学位取得コースの単位として計算できるかを規定している。公立のコミュニティカレッジは編入基準を整備するため同じ州内の公立大学と密接に協力している。私立、または、州外の学校から単位を振り返る場合は、それほど明確に規定されていないかもしれないことがある。さらに、認可の有無や大学が決めた条件により、 一部の4年生大学は他の学校の特定の科目を受け入れることができない。特にビジネスやエンジニアリングの場合はそうだが、一つの分野で多くの科目を取る前に、どのような制限条件があるのかに詳しい学業を編入カウンセリングに相談する必要がある。最近の革新的な取り決めにより、編入がしやすくなっている。一部の学校は共同作業により、 学生に対して2年生と4年生の大学療法への入学を同時に許可するという二重入学許可の方針を打ち出した。学生は短期大学志望の取得後、直ちに提携している総合大学の学志望プログラムに編入することができる。コミュニティカレッジは文庫開放の入学方針を運用している。これは入学を希望し、 最低限の入学資格を有していれば入学できることである。ほとんどのアメリカのコミュニティカレッジで入学するのにトーフルが必要。学校によって入学に必要なスコアの点数は違い、大体 CBT で133から173点程度、ペーパーテストで450点から550点。トーフルはリスニングリーディング、文法の合計点の平均でスコアが出る。 例えば、リスニングが52、文法が58、リーディングが55の人が最低基準550点の大学に入りたいとする。平均が55あっても、すべてのセクションにおいて55以上をクリアしていないといけないので、リスニングが52という場合、正式な入学許可は出ない。必要とされるトーフルの点数は、 しばしば、コミュニティカレッジの方が4年生大学よりも低くなっている。さらに、トーフルのスコアが入学条件より多少低い場合でも、コミュニティカレッジは第2語学としての英語プログラムに入ることを許可される可能性がある。指定されたすべての ESL のコースを終了すれば、コミュニティカレッジに入学できる。一般的に、州が 補助金を出している公立のコミュニティカレッジで留学生が学資援助を確保するのは困難。留学生に文戸が開かれている奨学金があるかどうか大学に問い合わせてみるべきだが学生用の資金のほとんどすべては連邦政府または中政府が出したもので明確に米国市民と永住者のために割り当てられている。私立大学の方が学資援助を得る可能性が わずかに高くなっている。その他、財団や企業、協会などの民間団体も、助成金や奨学金などの基金を持っているところも少なくない。大学の授業料と納付金は、学習プログラムによって、あるいは効率化私立化によって異なるが、2年生大学に通う費用は、同じ地域の4年生大学の費用より安い。カナダでも全土に200校近くあり、 米国と同様、学費が安いことでも知られている。学費の安いコミュニティカレッジで、教養科目を取得してから4年生大学への編入を目指す学生も多い。実際に、州内の定型私立大学や、州立大学に優先審査枠を持ち、また選考によっては、特別基準の適用を受ける場合もあるため、編入率が高いカレッジも存在する。 この場合もト e フルのスコアが必要であり、4年生大学の入学と同じくらいのスコアまで英語力を磨く必要性がある。アメリカの4年生大学では、日本の高校1年程度の学習内容の基礎を理解していれば留学できるため、はじめから4年生大学のオプションクラスや、付属英語学校に入学した方が良いという場合もある。ほとんどの2年生大学では、 学生養殖者を提供しないが、しばしば地元の住宅支援グループを通じて支援を行っている。ワシントン大学は全米でも有数のトップ修立大学であり、編入してくる生徒の67%はシアトル周辺のコミュニティカレッジからの編入生である。編入生の多くがコミュニティカレッジ経由で入学している。カリフォルニア州の UCLA や UC バークレーなども、 同じように、コミュニティカレッジからの編入生が多い。勉強を進めるための入り口として、コミュニティカレッジに目を向ける留学生が増えている。この米国独特の学校の多くが、素晴らしいプログラム、編入時の振り替えが可能な単位、妥当な授業料、支援してくれる環境を持っている。米国の大学生の40%以上が、この2年生の大学に通っている。 竹中平蔵はコミュニティカレッジをセーフティーネットとして位置づけし以下のように述べている私はアメリカの社会には日本にはないセーフティーネットがあると思いますある種階級社会になっていますから貧しいなら貧しいなりに暮らせる仕組みがアメリカの社会にはありますもう一つはコミュニティカレッジのシステムはすごいと思うあれは 要するにセーフティーネットなんですね。一回失敗した人がもう一回上に行ける仕組みです。ところがコミュニティカレッジに行く前にドロップアウトする人たちが出てきています。そのセーフティーネットを強化することだと思います。教育の機械均等を保っていくことがアメリカにとっての活力の最大の課題だと思いますね。ありがとうございます。